鈴木先生がいるところは鰹節が入っている。大島先生がいる真ん中のところは煮干しの元気そうに出てくれています。で、花先生がいるところは昆布の出汁が入っていて、味噌を今から入れてくれています。すごいね、たくさん入れますね。じゃあちょっとみんなも見てみようか。じゃあちょっとテレビの方を見ててください。先生たちが今から味噌を入れてくれるところを写したいと思います。あ、見えますか？ほらね、今花先生に味噌を置いてくれています。で、味噌たくさん使いますね。味噌を今溶いてくれています。赤ちゃんで溶けてきましたよ。分かった？一番なんだか。分かった。分かった？煮干しだと思う。さあどうかな。一番なんだか分かった？よく考えてみて、思い出してみて。はい、一番なんだと思う。一番なんだか分かる？ね、味噌だった。うん？味噌。分かった？分かった？分かった？分かんない？まだ。一番何？分かった？二番なんだが。分かった？なんだっけ？なんだか分かった？三番。分かった。分かった。分かった？バッチリ？おいしい。おいしい？おいしいよね。全部なんだ？分かった？なんだか。バッチリ。もう分かった。自信ある？あるあるある。はい、なんだか分かった？分かった。バッチリ。自信満々。全部分かった。全部全部。おいしいだったから。今日は何？書き終わったらお母さんに割れないように繰り返しといてくださいね。一番からいきたいと思います。いきますよ。ドド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 ドです。
全部当たり、全部当たり、おめでとう。あ、もうちょっと下げる。はい。はい、味噌汁飲んでみてね。はい。うん。さあ、給食おいしい？うん。給食おいしい？お味噌汁も飲んでみて。わかめと豆腐が入ったの？すいません。うん、これお魚みたいなやつも入れましたやつ。どう、お味噌汁おいしい？おいしい。わかめやばい。じゃあ給食おいしくない？おいしくない？なんで？じゃあ園長先生もらっちゃうぜ。おいしい、おいしい、お味噌汁も飲んでね。みんな何の出汁にしたの？うん、ベーコン。ベーコン。おいしい、おいしい。みんな出汁、お味噌汁何の味にしたの？カツオ。カツオ、カツオ好き？カツオが一番人気だったね。カツオ。うん。こっちはお味噌汁みんな何の味にしたの？煮干し。煮干し、ここ煮干しが多いんだ。そうだよね、全部当たったね。はい。どう、おいしい？サバちゃんがね、美しい。何の味にしたの？内緒。内緒？おいしい？カツオ。カツオにした。園長先生に真似してたよ。いいよ、熱い。おいしいですか？おいしい？うん。何の味にした？味噌汁。カツオ。煮干し？カツオ。カツオ、みんなそれぞれだね。みんなお味はどうですか？おいしい。おいしい、よかった。じゃあお味噌汁たくさん飲んでくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。